宮古食堂を出た後は国道246号を御殿場方面へと進んでいく。大井町田を過ぎ国道255号と分岐するこの辺りは昔から好きなポイントだ。市街地から郊外へと景色は変わっていく。ここからしばらくは国道246号は東名高速道路と並行して走る。山北町に入るところで道路が少し高くなり、御殿場線の線路の向こうに坂和倉と小高い山々が見えるポイントがあった。ここから先の道のりは起伏に富んでいて、走っていてもとても楽しい道路だ。山北駅の近くに自販機が置いてある、少し懐かしい感じのお店があった。食堂や売店だったのだろうか。その昔には麺類自販機などもあったかもしれない。そんな雰囲気が感じられた。懐かしい大道コーヒーの館内も素晴らしく、タバコ24時間自動販売機の看板がなかなか渋い。山北を抜け山道っぽくなってくると、高速道路ははるか頭上をクロスする。人工の構造物とはいえ美しく壮大だと感じてしまう。国道246号のこのエリアは何度も道路の改良が行われ、旧道が多く存在することでも知られる。これから進む道も国道246号の旧道だ。かつてはメインルートだった道、現在ではひっそりとしていて車の通行もまばらだが、旧道とはいえそれなりに高規格な作りになっている。何度も渡ってきた坂和川をここでもまた渡る。左側は崖でかなり険しい場所に道路を作ったことがわかる。さりげなく原道の国道246号をオーバークロスして右に大きくカーブしていく。その先に突然大型トラックがいっぱい見えてくる。旧国道時代からトラックドライバーに愛される食堂があるのだが、その前に非常にレアな自販機がある。はい、森永のアイスクリーム自販機ですね。旧式のものですけども、稼働止めてしまうという噂があったんですけど、稼働してますかね。お金入れてみたいと思います。あ、電気つきましたね。じゃあ何いただこうかな。じゃあビスケットサンドストロベリーを。はい、旧式アイス自販機で買えました。ちゃんと冷えてます。500円でも使えそうな感じですね。森永って書いてあります。貴重ですね、これ稼働してるのね。ここで買ったアイスは車の中でいただきました。静岡県に突入するとすぐにドライブイン富士がある。赤いテントのこじんまりとしたドライブインだが、店内の電気はついているものの本日休業の札がかかっていた。何度も通りかかっては駐車場まで入ってみるのだが、なかなか営業中に訪問できずにいるお店だ。山の向こうに夕日が沈み、富士山のシルエットが浮き彫りになった。夕日を追いかけて走っている感じがとても心地よい。さらに10分ほど走り御殿場市に入ると、渋い昭和のドライブインを見つけた。残念ながら営業している様子はなかった。2017年頃までは確実に営業していたようだ。90歳を超えたおばあちゃんが作るカツ丼や定食、ラーメンなどがいただけるお店だったようだ。富士山はさらに大きくなっていく。上に雲がかかっていたが、日本一の存在感は感じることができた。今夜はもっと近くへと行く。この夜は山中湖の湖畔の国道138号沿いの駐車場で車中泊した。はい、おはようございます。山中湖の湖畔です。ここで車中泊しましたけども、だんだん夜が明けてきましたね。空がね、青くて、そして湖も少しね、青く確認できます。あれは金星ですかね。宵の明星とは言いますけど、そして月はあっちに見えてます。すごく綺麗です。
島はホテルがいっぱいあるんですかね。星を散りばめたように電灯が灯ってます。で、一応24時間営業のコンビニが近くにあるんでね、ちょっとあそこに朝食を買いに行きたいと思います。はい、綺麗です。徐々に明るくなっていく夜明けを楽しみながらゆっくりとここで過ごしました。そして再び目覚めると白い大きな富士山が綺麗に見えていました。この車中泊スポットのノーカット動画は常に上げておりますので、右上のカードか概要欄からご覧ください。すごいですね、船が白鳥の形してますね。あ、白鳥がいる。綺麗ですね。はい、白鳥の遊覧船ですね。スワンレイクって書いてあるから、まあ、ここは白鳥の湖ってことなんですかね。あ、白鳥が陸に上がってきたぞ。で、白鳥の船が出港です。白鳥の船行ってらっしゃい。かいいのかな。大人1000円、子供500円で、ね、1時間に2本ぐらい出てるみたいです。白鳥の湖号、山中湖観光船。朝は山中湖一周ドライブ。この山中湖北側の県道729号マリモ通りは個人的に大好きな道だ。明け方の車中泊で見えた辺りはこの辺りにあるホテル群だ。国道138号に戻り、お店のやっている時間になったので今日の目的地のドライブインを目指そう。山梨県はほうとうが郷土料理として有名で、山中湖畔にもほうとうがいただけるお店が軒を連ねる。その中でも歴史は古く比較的地味であまり目立たないが、昭和の雰囲気が色濃く残るドライブインらしい。この辺りでは有名なほうとうの小作を通り過ぎ、林を抜けるとそのドライブインはある。この動画が良いと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所、コッシーでした。